はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えーとですね、気になってる記事、また二つほど出てきました。一つはね、時事 .com さん。で、もう一つは、日刊現代デ,デ,ジデジタルさんですね。これ、両方ともね、うーんって思うような記事でございます。まあ、最初にね、日刊現代デ,デジタルさんの記事を皆さんにご紹介したいと思います。 えー、まあ、株がね、もう高くなってて、好景気だ、好景気だっていうように、まあなってきてはいますよね。これ全く好景気ではございません。もう何度も言ってますけど、はい、えー、今回ね、言うのは株の問題ではありません。なんとね、業務成績の比較的いい 大企業が、大企業ですよ。中小じゃありません。え、業務成績が比較的いい大企業がですね。はい。え、3つの会社で、大規模なリストラをします。はい。大規模首チョンパでございます。大規模首チョンパこれをね、えー、業務成績割といいんですよ。あ、赤字ではないです。少なくとも。 えー、そのね、えー、割と比較的にいいね、業務成績のいい大企業です。はい、えー。皆さんもご存知の誰でも知っている大企業3社が大規模リストラです。はい。今からあ紹介していきます。はい、えー。リストラの嵐でございます。 えまず、オムロンですね。まあ、体温計とかね、いろいろ作ってますよね。結構業務成績悪くないんですよ。ここがなんと2000人のリストラでございます。はい。で、次が、資生堂。まあ、資生堂はね、あのー、インバウンドに非常に人気ですから。はい。えー、SK2 とかね、えー、まあ,あー、外国の方々、 ドラッグストアで大量買いされていきます。はい。はい。この資生堂がね、1500人の大規模リストラでございます。そして、あとね、ソニーの、まあ、ゲーム事業部ですねえ。ここで900人の大規模リストラでございます。はい。どういうことなんでしょうか えー、まずね、オムロンなんですけど、オムロンのこの大規模リストラ、なんと全サインの7%です。はい、すごいですね。全サインの7%の人の首を切りますよってことなんですよね。で、これ2002年以来です。はい、2002年以来の大規模リストラでございます。はい、えー、2002年にね、えー、実はあ、オムロン。 えー、1460人をリストラしておりまして、これ以来だということです。なんせ今回2000人ですからね。で、この2000人の内訳なんですけど、40歳以上の正社員ということになっております。つまりね、正社員お金がかかるんで、えー、首切っちゃいましょうってことなんですよ。わかりますよね。お金かかるんですよ、正社員。で、40歳以上だと、 もう、金属年数もね、えー、結構あるんでね。はい、結構ありますよね。金属年数もね、40歳だとね。えー、あるんでね、このままね、えー、なんていうのかな、退職金を増やされちゃうとね、うちも困るんだよっていうことなんじゃないかなって私思ってます。何も書いてませんけど。ね、金属年数が多ければ多いほど、 いわゆる退職金も多くなりますんで、えー、困るんですよ。はい。困るんですね。この会社ね。はい。えー、おうちね、やっぱり役員にお金回したいしね。えー、まあ正社員ね、えー、いるとね、ボーナスやらないやらね、まあ40以上だとね、そこそこの役職にもついてるし、お金出てくよね。こういう人たちには早々にやめてもらいましょうと。 で、代わりにね、えー、まあ管理職かもしれないけど、管理職でもね、今はね、えー、派遣とかに頼めば管理でもやってくれるかもしれないしね、っていうことで、えー、もしかしたらあ、そういう決断に至ったのかもしれませんね。まあ実際、派遣とか契約がね、えー、管理職ができるとは思,思えないんですけどね。 はい。まあ大変なことが起きますよってことです。でもって、この4000人の、まあ4000人っていうかあ、まあ2000人ですね。2000人の中には、やっとね、えー、まあ住宅ローンね30から組めてあと10、10年残ってるとかっていう人がいるかもしれませんね。どうするんでしょうリストラにあっちゃいますよまずいですよね。はい。 えー、まあ、本当にまずいんじゃないかなと思ってます。あと、資生堂。1500人の大規模リストラです。えー、これ資生堂の場合ですね。45歳以上ですね。はい。20年以上の金属の正社員ですね。金属している正社員。まあ、これも同じですよね。やっぱり退職金かかるし、まあね、えー、45歳以上だと、やっぱりそこそこね、 そこそこやっぱボーナスもね、高い額上げないといけないしね、えー、いろいろ大変だよねってことなんでしょうね。で、えー、まあ、化粧品の会社なんで、若い子入れた方がね、インバウンドに受けがいいしね、みたいな。わかりますかはい、そういうことかもしれませんよ。これね、もっと資生堂の場合大変で、なんと全社員のね、 全社員の1割強がリストラでございます。つまり10人いたら1人がリストラされるんです。資生堂。もちろんね、この中には女性ばかりではないです。男性の営業職員とか、あたくさんいると思いますよ。経理やってる人とか人事やってる人とかね。はい、えー。資生堂という化粧品の会社なんですけど、まあ女性だけが働いてるというわけではありませんからね。 大変なことになると思いますよ。やっとね、子供がね、これ、えー、まあ遅くね、えー、結婚した人なんかはやっと子供がね、これ高校に入ってこれから大学受験だっていう時にリストラに会ってしまったらどうなってしまうんでしょうかってことです。まあね、リストラの大嵐でございます。 まあ、ソニーのね、ゲーム事業は900人で、まあ、似たような感じになっているということですね。あんまり触れ,触れられていませんけど。で、えー、これ興味深いことに、この3つの会社でも、会社はね、赤字じゃないんですよ。赤字じゃないんです。黒字です。はい。で、えー、財務基盤も劣化してないんですよ。わかりますか赤字じゃなくて黒字。 しかも財務基盤がね、劣化してないんです。こういった企業が大規模リストラでございます。これの意味するところは何なんでしょうか。まあ、予想はつきますけどね。えー、将来に備えてるんでしょはい。まあ、どういう意味かは深く考えてください。はい。どういう意味かはね。 そういうことなんじゃないかなって私は思っております。はい。ここら辺曖昧にしておきます。はい。えー、続いては、ジジイドットコムです。ジジイさん。なんとね、日本の企業ね、また海外でね、恥さらしてます。はい。えー、日立ですね。日立がイギリスにね、なんと300億円の土地を買いました。 どうやらそこでね、弦のパッツンを作って事業を展開しようとしていたようです。えって思いませんなんでイギリスにって思いませんはい。でもですね、この300億円の土地、何にも手がつけられません。まあ当たり前だのクラッカーです。 まあ、資材は高騰するわ、ね、えー、情勢は不安定になるわでね、そんな事業を展開するような余地はありませんでした。で、この300億円の土地なんですけど、手つかずになってるんですよ。それを見かねたイギリスの政府が、日立から買い取りましたはい。 分かりますでしょうかねこの意味。すっごい恥さらしだと思いますよ。はい。まあね、例えば、こういうことですよ。台湾の企業がね、今、九州に土地いっぱい買ってね、工場作っちゃってるじゃないですか。あれで考えてみると、 台湾の企業が土地を買ったのはいいけど、工場を建てられないってなって、えー、ごめん、やっぱり、あの、お金、お土地返しますからお金返して、みたいな。そういう間抜けなことを日本は他の国でやってるってことですよ、日本の企業は。 お分かりになる、なりますでしょうかね。もう本当にね、私思うんですけど、最初から海外の土地を買うんだったら、計算してから買った方がよろしいですよ。計算してから。それが実現可能な計画かどうかを計算してね、え買わないといけません。はい。わかりますよね。え恥とんだ恥さらしになります。で、日本の 企業のね、信用がどんどん落ちるんですよ。こういうことをやってると。はい。わかりますよね。そういうことなんですよ。すっごい恥さらしだと思います。ええー、あれですよね。あの、バイブルの中にもね、聖書の中にもありましたよね。そういう記述が。 はい。えー、いわゆるね、何の計算もしないで、家を建て始めた人、はい、の例えがございます。はい。完成できないみたいなね。もう計算はしないといけませんと、頭を使いましょうということですね。えー、何やってんでしょうか、日本。もう頭使わないにも程がありますよね。わかりますでしょうか本当に恥さらしです、こういう。 まあでもね、えー、イギリスにしてみればよかったんじゃないんですかね。危険なね、弦、えー、のパッツーンとかをね、作られないでよかったんじゃないんでしょうかね。<laughs> まあ、本当にね、ひどいなと思いますよ。こういう記事を見てると。はい。もうとんだ恥さらしでございます。あああですね、本当に。 まあ、どんどんね、えー、日本の企業が落ちていく様子がいろんな面から見て取れますよね。このリストラもそうですしね。あとこの時ジドットコムさんのねイギリスで日立がやらかしたこともうほんと劣化としか言いようがありません。はい日本企業の劣化でございます。 まあ、こんな国欲しいなんて誰が思うんでしょうかね。はい。そう思います。はい。えー、またね、なんか、ね、えー、これ言っちゃっていいのかどうかわかんないんですけど、とりあえず言っときます。私はあんまり男の人の勘っていうのは信じてません。はい。<laughs> まあ、何を言ってるのかわからない人は、まあ、わからないでいいですけど、まあ、彼はね、はい、えー、一度ね、 えー、なんていうのかなあの、げあの、3のね、えー、11の時に、ゲのパッツンがね、ドカーンってした時に、なんか、どっかの田舎に逃げたみたいなんですけど、その後東京で生活してたみたいですからね。<laughs> この点私は信用してません。はい。まあ、これ、言っていいのか悪いのかわかんないんですけど、えー、実はですね、その後、その後1年ぐらいね、えー、かなり戦議量高かったんですよ。 まあ都内でもね。なんで、まあね、まあちょっとね、あの外国に移動するのが遅かったと思いますよ、彼。だからかなりね、多分彼も被爆してると思います。こういうのを言うのはなんですけど。なんでね、こういうのをね、なんていうのかな、こういう情報がね、取れなかったっていう時点で、えって思いますけどね。 はい。えー、まあ、私は変な話なんですけど、関東住まいでしたけどね、その時ね。えとりあえずお友達に、えー、フランス人学校のね、えー、に子供を行かせてる親とかいたわけですよ、日本人ですけど。はい。えー、なんで、情報が結構入ってきました。はい。 ええー、まあ、情報屋さんだということなんですけど、まあ、残念ながらそういうことはね、なんか一度東京に戻ってたみたいですからね、えー、分かってなかったんでしょうかって思います。はい。えーこれ批判してしまって申し訳ないんですけどね。なんで私は男の人の勘っていうのはあんまり信用しておりません。はい。えー、そういうことでございます。ええー、まあねー。 どうなんでしょうかね。これまあまあ私の本音なんですけど、あんまり本音は本当は言うべきではないんですよね。えこれ自分でもわかってます。はい。えー、他の人のことをあれこれ言いたくはないんですけど、まあちょっと最近のねえー、ちょっとなんていうのかな配信内容を見ててね、それは違うだろうっていうことが結構あるんで、はい。まあわかりますよね。これはね言わなくても、はい。えー、そういうことなんでね。はい。<laughs> <laughs> まあごめんなさいでございます、はい、でアウト政府がですねえ何、ー、て言うのかなこれも言っていいのかわかんいいのか悪いのか分かんないですけど最初にね、えー、義のせいにしようとするようなところですね義のせいにしようとするようなところはあ言うことを聞く件です。はい言うことを聞く件です。はい そういうことです。沖縄県言うこと聞きませんから。はい。なんで、一番最初にはならないですね。ほぼほぼ。えー、まあ,あ、ちょっとね、余談で話してしまいましたけど、まあ、そういうことですね。で、ちなみにですね、えー、まあ、これ何度も言ってるんですけど、多分ね、これ多分です。えー、沖縄の県知事はあ、もしね、C の国が攻めてきたら、 あすぐに降参すると思います。はい。えー、戦いにまで至らないと思います。はい。これ私の味方でございます。<laughs> そういうことです。何、えー、て言ってもね、えー、まあ C の国にね、お参りまで行っちゃった人なんで、えー、多分ね、えー、平和を優先するでしょう。まあ、まあね、えー、まあタイのワンワンのね、あのー、事態もね、えー、起こらないです。はい。 えー、これ、まあ、変な話なんですけど、まあ何度も言ってますけどね、これも。えー、エネルギーですね。あれ、タイのワンは C の国から7割も買ってるんですよ。<laughs> なんで、怒らないと思いますね。はい。そういうことです。怒ったら大変です。あの、怒る前に、 何、えー、て言うのエネルギーをね枯渇させちゃえばもう終わりなんで。<laughs> まあそういうことですね。えー、まあそういうことです。もしねジョン・タイターの予言のように C の国の領土の一部になってしまったとしてもね。はい。えー、沖縄がね、はいえー。平和な方がいいと思いますよ、私は。はい。まあそのうちねあの、変な話なんですけど、変な話なんですけど、これも分かりきってるんですけど。 まあ、そのうち、あの、C の国は、もう近々ね、あと数年後にはね、今日の三党ではなくなるんで、えー、なんでね、えー、まあ別に今日の三党じゃなければ私構わないんでね、変な話ですけど、台湾に住んでたんでね、はい、えー、そういうことでございます。 はいえー、たまにね、こう心配してね、えー、書いてくださる方がいるんですけど、私はそういうふうにはならないんじゃないかと思っております。はい、えー、そういうことでございます。まあ、いろいろ根拠はあるんですけどね。えー、彼がそういう情報を持っているかどうかはまた別の話です。じょまあね、どっからまあそういう情報を聞いてくるのかね。まあ、うーん。 まあね、ああれでですすよねねねははいいいそういうことです、ねはい、まあねえー、沖縄は、まあ、C の国の人間はあんまりいないんで、まあ、い,いるかもしれませんけど、本当、あのー、変な話なんですけど、ネパール人よりは少ないんですよ。<laughs> はい、ネパールが一番多いです。はい、えー、那覇市はね。 そういうことでございます。これね、えー、那覇市のホームページに行けばあの書いてあるんでね、はいえー、興味のある方は見に行ってください。はい、まあ長くなってしまいましたが、そういうことでございます。まあ日本はね、本当に考えないといけません。はい、時ッ .com さんと、あとね、えー、日刊現代デジタルさんからの記事でございました。 それでは皆さんまたごきげんよう沖縄おばばでございました。はい、今日のお飲み物もお紅茶でございます。ちょっと冷めちゃいましたね。はい、それでは皆さんまた素敵なティータイムをごきげんよう沖縄おばばでした。